ノーニュークスアジアフォーラムは、核も原発もないアジアを目指すための各国の NGO による緩やかなネットワーク。協議には、同じ名称で1から2週間の期間で開かれるシンポジウムを言う。第1回は1993年に1354人、177団体の賛同を得て、日本で開かれた。第14回は2011年に日本で開かれ、 東京、福島、岩井島、広島の各地を回った。第15回は2012年に韓国で、第16回は2014年に台湾で開催。第17回は2016年に日本で福島県を中心に開催された。1992年横浜で NGO により開かれたプレ・地球サミットで、 韓国半核資料情報室の金原職の提案により発足した。1993年に日本で第1回フォーラムが開催され、アジア8カ国が参加。その後、2002年までは毎年、その後は不定期に開かれている。国際会議ではあるが、英語ができる都市部の活動家や学者だけでなく、原発立地現地の人々が多く参加しているのが特徴。 また、フォーラム自体も、都市部での会議だけでなく、現地での交流会などが必ず設けられている。特に台湾では、住民の反対や度重なる事故により建設から10年を経てもなお稼働していない、台湾第四原子力発電所が日本から輸出され、初めてのアジア間の原発輸出となることなどから、日本に次ぐ開催回数を経ており、毎回、 建設現地密議量で住民との交流を行っている。事務局は日本に置かれており、隔月発行のノーニュークスアジアフォーラム通信が発行されている。また、1998年から国内向けのメーリングリストによる情報交換も行われている。 ノーニュークスアジアフォーラム誕生ノーニュークスアジアフォーラム通信106号第13回インフインタイワン報告2012年4月14日 L 大阪で開かれたムフイン韓国報告会の配布資料よりハットの抜けメーリングリストの抜け2608より半角456は日本の金曜日首相官定前講義からヒントをもらい毎週金曜日に 小解析記念堂自由広場で、公演、歌唱、ダンスなどの行動を通して、原発反対を訴え得る集会。芸能界、文学界からも多くの人が呼びかけ人となっている、ノーニュークスアジアフォーラムホームページ、ウンフふ2016への参加、協力ありがとうございましたより、ありがとうございます。